まーちゃんの誕生日だじゃあおまけ、いつもより健康でいいんだ。居酒屋久々じゃね、本当はさ、あそこ行きたかったんだよ。泊まるせいさ、ね、そう、乾杯しよう、うん、乾杯。めっちゃ混んでるよ、うん、金曜だから久々じゃない居酒屋で。居酒屋来るの久々。いや久々や。まーちゃん今日のこと可愛いかな。可愛い。え可愛い。可愛いよ。これはキャベツ。取り分けだし。そう、はい、一枚だけ。ちまきのまかね。すごい。これ食べたい。うん、食べよう。なんか便利じゃない？便利。こうやってやるんだよ。私これ食べたかったんだよね。どうだ？やげんなっかし。あこれめっちゃ便利。持って帰る。持って帰るわ。うまい。つなぎもらおう。あプリカータミ。うまあるし、これ見て、丸焦げのレバー丸焦げすぎあれ、うまっささみこれ、なこれささみチーズうまい、ぼんじりうまっぼんじりうまっうまいイソマルのクリームパスタ。いや本当にそれな、なんかさイソマルってそういうとこ神だよな。結構ちゃんと料理してるね。てかさ、私たちいつもさ食べたいとこ行けなくない？なんでなの？なんか運悪くない？運が悪いって言ってちゃんと調べてない行けるだろうっていう、そんなに何て言うの、予測に行ってるから方向音痴でいいじゃん。ちゃんと調べて、ちゃんと予約していけばただ入れる。そういうことだ。ネット見ろっか。はい、はい、意外と美味しいよ。意外と美味しい。まえちゃんもう顔赤いよ。結構酔っ払ってる。頑張ってんね。普段美味しかったか飲まないよ。飲んだ。これラムネ、ラムネサワー。ラムネサワー見た目可愛い。え？なんか甘。え、美味しい。ジュースだ。うまい。うわ、めっちゃレッドブル。うまい、うまい。おぉ、すごい。食べる。食べる。今度、ナスコちゃんと行ったさ、うん、焼き豚屋行こう。あそこ行きたいんだよ、俺も。あそこめっちゃ量あって200円とか。ほんと？え、うまい。うまい。うまい。めっちゃうまい。これは？それなんだ？鶏ももの生肉。鶏の生肉。新時代だっけ、あそこも良かったよ。あそこも良かった。そこ安いのにさ、そう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 。しかも美味しいし。これどんな味するのか気になる。食べて大丈夫？あ、うん、なんか鶏っぽくないの。あ、アボカドうまい。唐揚げ。唐揚げうまい。うまい。ご飯入れなかったの？それだけ売ってた。何で？2時間行ったのよ、みんな。俺一人帰ったの。一人で帰ったの？俺めちゃくちゃ入れなかった。マジでずっと一人だった。なんか上司が割とイケメンなの。5個ぐらい上だから。年齢もあるね。後輩感ありすぎたみたいな。あ、なるほどね。彼女いんの？って言われて、うん、いや、今いないですみたいな。かわいいって言われた。カラフルじゃん、ほらそれな、俺二度と行かないから。俺さ、この間の概要欄でも書いたけどさ、ほんと萌えちゃんと付き合ってるのさ、マジすごいこと。その概要欄ではクリスマスデートしたことないじゃん。なのに今年はできてるって言う、2年間してるじゃん。まあ、デートじゃないけど、すごいなと思って。そう、あ、これだ、これの匂い。臭い臭い、焦げてね、これ。やばいやばいやばい。お焦げがやばいよ。ありがとうございます。いやいや、いい匂いするね。これ。
取られたのあったんだけど、おいしい、うまい、でも意外とおいしい、うん、マジでこいよ、え、こい、こい、熱い、はい、熱いの、結構めちゃめちゃ酔ってるよ、無理しない、サドリも行きな、すいません、ありがとうございます、何これ、ボンジェリ、シュエットする気で会いました、ボンジェリってさ、一番知ったことない、鳥の油だよ、お尻、うん、お尻だ、すんのお腹いっぱいになってきた、え、全然さ、いっぱいじゃない、いやだよな、俺もそう思ってた、ラーメン食べれるもん、2軒目もあるじゃん、ラーメン、クラマちゃん食べれる、小ラーメンたまには塩の一杯、私さ、お酒飲んだらさ、顔赤くなるのすごい嫌だよ、あー、なるほどね、せっかく色しまうのに、本当だよね、あらそう、ラーメン、しょっぱい、しょっぱいラーメン、酒の、なんか締めのラーメンって感じ、美味しい、疲れた、酔った、ちょっとね、あんま良くない、嘘つくないよ、ごちそうさまでした、帰りまーすさよならめっちゃ酔っ払っちゃったかもしれない、本当